今日あれだよ。なんすか。アウトレットに行ったじゃん。行ったね。4人で。はいはい。したらあれだよ。雄大がさ、急に。聞いた。聞いた？うん。ちょっとアミーみたいになって、二人で遊びに行くらしい。うん。聞いた。あそこまで聞いたね。どうなんだろう。でもアミ的には可もなく不可もなくらしいよ。へえ。っていうのも、雄大が自分に対してあんまり気持ちを持ってない上で、誘ってるからって思ってるっぽい。あ、好意を持って誘ってたらちょっとまた違う感じらしい。まあでもなんかあここだなみたいな時にちょっとこうフォローしてあげよう。じゃあなんかもう雄大に返したら私説教ぐらいしか言えなくなってあんまり説教したしないであげてね。したくないけど、うん、しちゃいそう成長の速度はやっぱ人それぞれだからね。そう、そうだからついね進むスピードってもう人それぞれだから そうなんそれをやっぱり押し付けちゃいけない。そうだよね。うーんすごい見ててモヤモヤしちゃうの最近だからもうでもそう、うん、見ててすごいね、まあ、今日とかもすごい。わかるよ。俺もちょっとね一回説教したろうかなって思った時あったけど俺はジバンシーが見たいだの、まあ、ハイブランドを見たいっていうわけね。でも見てもいいよ。いや俺これ買うかマジで迷ってんだよね。えマジか誠司さん。でそれでそういうの買うなら自分の稼いだ金で買え、うん、で私は横から言うんだけどいやもうもちろんパピーっしょパピーのカードでしょっていうわけ。平気で。うん。だから私はそれがありえないわけ。まあねまだ19歳でさ、うん、親のカードを借りてハイブランドの何十万するものを切っちゃうってのが分かんないわけ。俺も分かんないわ。だからそれはすごい今日一緒にアウトレット回っててグッチ見てもいいとかジバンシー見たいそんなこと言ってたのっていうのがよかった俺がなくてブルガリ見たいとかっていうのが私は分かんなくてすごいイライラしちゃったの、ね、あそうなんだ。だってアウトレット行く前から自分の残高2000円って言ってたんだもん。だからもう私その車の中で聞いて超イライラしたもん。こいつ何なんだろうと思ってお前まだ見習いもなってないからと思ってそれをずっと思ってたんだけど、ああ超イライラした。超イライラした今日ああマジでイライラした。イライラしたなめ腐ってんなと思ってだからなんかこれでも頭ごなしにダメだよって言うのもあれだ。俺ならちょっとだ子供だな、はいはいはい、ね、でもそれは逃げなんだよ高く逃げなんだってそれは。俺はもう結構雄大と一回語り合ってるし、うん、一緒に風呂も一緒に入ってちょっとそういう時間があったから俺は俺なりに見守ってるつもりではいるから、うん、俺も本当に雄大がそれは違うぞってなったら俺も絶対言うし、なんか難しい。だ本人もすごい若いって思われたくない。酔っ払ってるでしょ私、うん、まだ平気。まだこんだけ喋ってるからまだ平気ちょっと可愛いってきます。ちょっといってらっしゃい。ごめん。いいよ。いやでも面白かった。連れてきてる。連れてきてる。男子全男子連れてきてる。何どうしたの？いやなんか雄大のこと怒ってんのが廊下まで聞こえてきたみたいな。聞こえてたらしいよ。なんでそれを今ここで話せと？おいやいやなんか悪いことしてたんだったら。そうだね。ちょっといや悪いことはしてないんだけど個人の考えの違いだから何も言えないんだけど。うん、パピーのカードを切って。ブランド品を買うのが分かんなかったの私は。でそれがあそれ後々返すよ全部欲しいカードで切っちゃおう後で返すっていうのが私はちょっといまいち分かんないの。いや俺の中でもちゃんと計算はしてる全部。例えば
いつまでにどれぐらいお金が入って、うん、でこれだったら返せる予算だなっていうふうに計算して。返すんじゃなくてまず自分で払う考えはしないの？でそうさ、お金の都合あるから、だからみんなクレジットカード使ってるわけじゃん。で買うんだったら自分で最初から買えばよくない？なんでいちいち一回一回お父さんに肩代わりしてもらって後から返すの？自分で返せるなら最初から買えばいいじゃん。その時々に違うじゃん。この例えば季節問題、例えばこの日までしかじゃあセールやってない。だからダメなんだってば。なんで最終的に返しなら別に良くない？人に肩代わりしてもらって買うぐらいになったら買わなきゃいい。だから何日前に返すよって言ってるか、ちゃんと。よくわかんない。自分でクレジットカード切ってる感覚で一緒だよ。だったら自分のカードで切れよって思っちゃうの。じゃあ軽井沢で今何やってんの？これからバイトします、うん、自分が目指してる食の道よりもそっちを欲しいって思っちゃうんだったら、だから違う。だからいや、料理目指してる、夢は夢で、うんうん、毎日努力はしてるじゃんって。いや別にそれだけどさ、別に趣味の部分と料理の部分また別じゃん。趣味削ってでも料理には生かさない。何か料理のことは自分なりにマックスできたつもりだから、うん、それで今なんだ。何今これなんだって言われて、なんて言う。いや全部みたいなのに言えないでしょってなるでしょ。じゃあ全部いつ見せてくんの？いつ見せてくれんの？いや、まあ、ちょっと待って。まあ多分ちょっと話がこじれてるけど、要は、まあ、俺も水木側だし、でまあそれは雄大とお父さんに決めたことだし、なんか料理のこととつなげてまで雄大を責めるのはちょっとかわいそう。まあ自分が恥ずかしくないならいいよ。親のカード使って恥ずかしくないなら。私は恥ずかしいから使えない。一人一人違う価値観についてさ、自分の意見を押し付けてそれを悪く言うのは良くないと思う。普通にだって嫌だもん。親のお金を当たり前のように返せるから使うの嫌だもん。いや当たり前にバンバン使ってるじゃないから、ちゃんと相談して。分かるんだけど、だ今たまたま現金がないからっていう話だから、あくまでも親か。だからそういう頼らないようにしたいなと思って自立したいって言ってたわけじゃん。でも自立したい、どうしたいの？自立したいの、うん、おねのすねかじりたいの？何なの？分かんなくなっちゃったの。だからすごいイライラしたわけ。アウトレット行くまでお金ない、仕事しなきゃって言いながらも親のカードをハイブランドで切っちゃおうかなみたいな、悩んでんだよねって言っちゃったらさ、分かんなくなっちゃうじゃん。どっちなの？値段じゃないんだよね。欲しいもん欲しいじゃん。だそれを親に頼るの？頼るっつうか、ただ名義が親なんだけだから。なあ、でも自分に帰ろうっつってんの。もう一回落ち着こう。全然理解できないな。まあ自立したいっていうだけ言ってたのを聞いて、だから心配してたのと思う、水木は。いいよ、ごめん。踏み込みすぎた。